アキラ、僕は自分の命に代えてでも守りたいものがたくさんある。もしその時が来たら。ほう、何度転生しようともか。人間を救うのは神でも悪魔でもない。行こう、アキラ。僕は君に。アキラ。ねえ、ナナシ、起きなってば。ナナシ、起きろ。もう、先輩たちが悪魔と戦ってるって時に寝てちゃダメだよ。まあ、あたしたちで足手まといになるから戦えないし、最近不倫関連の依頼で忙しくて、ナナシが疲れてるのは知ってるんだけどね。はあ、ニッカリさんたちまだかな。このままじゃあたしまで寝ちゃいそう。闇に閉ざされた東京に舞い降りた一筋の光、我らが救世主、その名はフリン。神と悪魔の戦争に巻き込まれた東京、フリンはその東京を救う希望の星です。彼は我ら東京の民に代わって東京を支配する勢力を退治してくれました。残るは天使と悪魔の首領を討伐するのみ。いよいよ最後の戦いが始まります。人外ハンターの諸君は東京の未来のため、フリンのバックアップに励みましょう。ああ、早くスマホもらって正式な人外ハンターになりたいな。ナナシもそう思うでしょ。いつまでも見習いのままじゃ嫌だよね。バリバリ活躍して、いつかフリンみたく希望の星とか呼ばれたりしてさ。まあ見習いの私たちにはまだ当分先の話なんだろうけどね。うん、こっちは東京に住む人々のため悪魔ども必死こいて戦ってたってのに、お前ら見習いは仲良く肩並べておしゃべりか。いい身分だな。え、朝日ちゃんよ。好きで待機してたわけじゃないもん。スマホさえくれれば私たちだって。おいおい、そうじゃねえだろ、ヤーマン。いいか、ここはマジ危険なんだぜ。東京の地上にはどこもかしこも悪魔がはびこってやがる。でも人間が生きてくには地上に出て食料や物資を調達しなきゃなんねえ。そういう生きるのに必要なものを調達して人々を支えるのが俺たちの使命だ。だから？だからよ、自覚を持てって話だぜ。スマホがねえからってダダこねてねえでよ。確かにスマホがなきゃ悪魔とは戦えねえが、
それならそれで先輩を応援するとか。おい学ぶ、仲間を召喚したままだ、早くしまえ。おっと、すんません、にっこりさん。やっべ、スマホの充電もマジ切れそうだぜ。周辺の悪魔は相当し終えた。今のうちであればこの近辺は安全なはずだ。俺と学ぶは買った悪魔を持ち運べるように解体する。ナナシ、アサヒ、お前らは安全なうちに周辺を探索して異物を回収しろ。はい、了解です。じゃあ行こうか。ナナシ、何かいいものが見つかるといいね。知れないから別の場所も探してみよう。え、ナナシ、それスマホじゃない？これで悪魔を召喚して戦えるかも。ちょっと待ってて、ニッカリさん呼ぶから。勝手にいじったりしちゃダメだからね。ニッカリさんは手が離せないって言うから、代わりに学ぶ連れてきたよ。代わりってなんだよ。まあいい。ヤマン、スマホを拾ったんだって？って、おい、そのスマホ動いてんじゃねえか。ちょっと見せてみろ。やっぱマジダメだな。液晶割れてるし、データもバグってるし。使えないってこと？マップナビは生きてるみてえだが、悪魔召喚はできねえ。マジゴミだな。まあ持ってて無駄にはならねえだろ。ちゃんとしたもんもらえるまで取っとけよ。せっかく見つけたのに残念だったね。でもちょっとだけ羨ましいな。それでナナシ、なんて名前にしたの？ニッカリさんみたくハンドルネーム？それとも学ぶみたく名前そのまま？なんか呼び慣れなくて変な感じ。ねえ、私は今まで通りナナシって呼んでもいいよね？その方がなんか距離が近いっていうか、
変わらない感じがいいというかさ。孤児だからナナシってのもなんだしな。よし、みんなにそう呼んでもらえるよう教えといてやるぜ。こちらチームエコー、錦糸町所属人外ハンターニッカリだ。規定数分の武装は回収した。一息入れたら紹介へ納品する。アウト。よし、戻ったな。こっちはもう少しかかる。少し待ってろ。ニッカリさん、そのサバイバルナイフ年季入ってるっすね。もしかして自衛隊ってのにいた頃から愛用してるんすか？そうだな、もうかれこれ四半世紀以上は使っていることになるな。そういえばお前ら見習いは今年で何歳になる？私たちは一応二人とも15です。ほう、昔で言えば元服する頃合いだな。お前らもそろそろ一人前になるわけだ。私たち一人前って認めてもらえるんですか？そろそろと言っただろう。お前らを一人前と認めるにはまだ早い。なんだ。お前らが一人前になるためには知るべきことがまだたくさんある。一つは歴史だな。今から軽く中年の昔話を聞かせてやる。俺たちが25年もの間東京に閉じ込められることになった話を。あれは2010X 年、長引く不況や民族紛争に揺れながらもどうにか平和を保っていた時代。そんな時代に突如世界各地で悪魔が出現するようになった。それは世界規模の大恐慌を引き起こし、世界は瞬く間に核の炎に包まれた。核は世界中のあらゆる場所に落とされたが、東京は奇跡的に直撃を免れた。それはある一人の少年が東京の守護神平将門公を召喚し、将門公と共に東京を覆う岩盤となり、核から東京を守ってくれたからだ。生き残った人々はこの一連の出来事を神の命を受けた天使の仕業と噂し、いつからか神の御業戦争などと呼ぶようになった。岩盤のおかげで東京の人々は生き残ったが、新たな災厄に見舞われることになった。人間は岩盤によって悪魔と共に閉じ込められてしまったのだ。お前らも知っているだろう。悪魔は地球上のどんな生物よりも恐ろしい。あらゆる手を使って人を襲い食らう。悪魔は神話や伝承に聞く通りの存在だ。こうして俺たち東京の民のサバイバルが始まった。俺たちは生き延びるためあるものを使い悪魔を利用することにした。悪魔召喚プログラム、これを使えば悪魔を刺激し戦力にできる。このプログラムは神の御業戦争の直前ネット上に流された謎の代物だ。制作者もその制作意図も不明。しかし俺たちはそれに頼るほかなかった。一度天井の上へ行ったんですよね。ずっと前に親父から聞きました。そうだ、東京で最も高い塔スカイタワーを起点に岩盤を掘削し続けた。
掘削開始から数年、俺たち東京の民はついに天井の上に出ることができた。ところが天井の上に出た俺たちはすぐに東京へ引き返すことになる。天井の上には俺たちと違う人間がすでに国を作って暮らしていたのだ。そしてそれを守護する殺戮の天使、奴らは問答無用で俺たちに攻撃を仕掛けた。当然俺たちも悪魔を刺激し応戦したが、結果は惨敗。天使にはかなわなかった。俺たちは無様に逃げ帰った。天井の上に出られないと分かった以上、俺たちはこの東京で生きていくしかない。やがて人々は意見を対立させ、いくつかの派閥に分裂した。分裂した派閥ってのがアシュラ会とガイア教団、そして俺ら人外ハンター商会だ。まあ今やアシュラ会とガイア教団はフリンにボコられて壊滅状態だけどな。ここまでちゃんと分かってるか、ヤマン。学ぶに言われなくても分かってるって。これでも一応人外ハンターなんだから。お前らは人外ハンター見習いな。それも分かってるよ。悪魔を刺激してこそ一人前でしょ。いやマン、分かってんじゃねえか。悪魔が刺激できないうちは見習いだからな。確かにお前らは見習いだが、仕事の結果に見習いかどうかは関係ない。今回のクエスト、お前ら二人は戦闘以外で十分貢献してくれた。旧大点だ。ありがとうございます褒めてもらえたよ、ナナシ。ニッカリさんはこいつらに甘いっすね。ふん、そうか。今回は警察署と呼ばれていた建物から武器になりうる異物をかき集めた。これもフリンが行う最後の戦いをバックアップするためのものだ。天井の上、東の帝国から来た俺らにとっての希望の星か。今じゃ町のどこに行ってもフリンの話でマジ持ちきりだしね。ほんとパネーよ。フリンか、会ってお話とかしてみたいよね。だよねだよね。いつか話せる機会とかあるかな。そろそろ頃合いか。今回のクエストは順調に終われそうだ。さっさと錦糸町へ戻るぞ。まだ午後3時半か。本当なら太陽が空を照らしてる時間なんすよね。ああ、あの岩盤がなけりゃな。ええ、もうすぐ太陽ってやつも拝めるようになるんすかね。ニッカリさん、お帰りなさい。収穫があったようですね。ああ、上々だ。な、ニッカリさん。油断も隙もないな。悪魔は隙あらば俺たちを襲ってくる。
地上では常に気を張っていることだ。にっかりさん、マジバネっすわ。いや、本当上がりまくりだぜ、ヤマン。にっかりさん、ありがとうございました。我々は地下街に悪魔が侵入しないよう引き続き見張りに当たります。ああ、よろしく頼むぞ。これで今日の仕事は終了だ。少し早いが、今日はここで解散するとしよう。やったね、ナナシ。銀座で拾った遺物はお前らにやろう。監禁して小遣いにでもしろ。それから明日は朝からビデオ朝礼がある。遅れずに人外ハンター紹介に来るんだ。では明朝、紹介で落ち合おう。解散。ナナシ、自室に戻る前に散歩しない？異物を換金しにショップ寄ってこ。
やっぱこの部屋に戻ってくると帰ってきたって気になるよね。ナナシ、この後どうする？ん？寝るの？じゃあ私も自分の部屋に戻るね。おやすみ、ナナシ。いやあ、アキラ、彼は見つかったかい？いえ、まだ。こんな状況ですし、無茶をしなければいいんですが。次さん、そっちもまだ見つからないのかい？ああ、街頭に設置した防犯カメラの映像を確認させているが、まだ報告はない。これはまずいぞ藤原。今にも核ミサイルが降ってくるって時に困ったね、まったく。中国、ロシア両国内に弾道ミサイルが着弾、爆発を確認。各国との通信途絶、核爆発に伴う電磁上乱の影響と思われます。アメリカはどうなっている？ダメです、応答ありません。監視衛星が弾道ミサイルを確認。着弾予想地点は日本。着弾まで約5分。もう終わりだ。これが世界の終焉か。45番の映像メインモニターに回してください。これは銀座4丁目の交差点か。あいつ正門の太刀を持っているぞ。あんな場所で何を。おい、無線は。ダメです、応答しません。くそ、あいつはあんなところで一体何をする気なんだ。僕は自分の命に代えてでも守りたいものがたくさんある。来い、平正門公。彼は自らの命を。状況は？あそこで一体何が起きたんだ。わかりません。ただこれは何かが東京を覆って。なんだこれは。チッ、ここにいても拉致が開かない。行くぞアキラ。まったく、いつまで寝てんのさ。起きろ、早く起きなよナナシ。起きてよ、起きろってば。ナナシ、起きろ、朝だよ、仕事の時間だよ。もうやっと起きた。急がないと遅刻だよ。紹介で朝礼するって聞いてたでしょ。何何？幼馴染の朝日ちゃんにドーンと話してみなさい。夢で不倫に似た人が自殺？天井を岩が覆った。昨日にっかりさんから聞いた話だよね。でもなんか嫌だね、人が自殺する夢なんて。どうせ紹介に行くんだし、気になるならそこでも聞いてみたら。
に人が多いね。親父、もうニッカリさん来てる？なってねえな。仕事場ではマスターと呼べって言ったろ。はいはい、マスターマスター。ったく、我が娘ながら本当になっちゃいねえ。困ったもんだぜ。ナナシ、おめえからも何か言ってやれ。だってさ、マスター。バカ、ナナシは気使ってんだよ。おめえと違って優秀だからな。うん、またそういうことを。少しは親父も私に気を使ってよね。割と気回してんのかな。ま、親の苦労こしらずってやつかね。にっかりさんはもう紹介に来てるぞ。見習いが先輩を待たせちゃいけねえ。ほら、さっさと行って大先輩からしっかり学んでこい。お前らか。よう。機嫌か、二人とも。おはよう。ちゃんと休めたようだな。今日は食料の定期調達へ向かう。だがその前に臨時の朝礼がある。出るのはそれに参加してからにしよう。ビデオ朝礼は時期始まるぜ。それまでは楽にしてな、お二人さん。不倫によく似た少年が自殺。まさかどこ。天井を覆う岩盤。あんまり面白くはねえな、ヤマ。マジもっと面白い夢を見ろよ。この話はもうするな。特にアキラという名についてはな。そのアキラって人が何か？アキラは人外ハンターにとってのタブーなんだよ。アキラは人外ハンター商会を創設した二人、藤原さんと杉萩さんの親友だ。アキラは藤原さんたちと共に戦い、周りの者からも信頼されていたらしい。だが同時にあいつは人外ハンターを、東京の民を見捨てた裏切り者でもある。裏切り者って、そのアキラって人は一体何を？そんなことはどうでもいい。とにかくその名はもう口にするな。そろそろビデオ朝礼が始まる。話はここまでだ。諸君おはよう、藤原だ。早速だがビデオ朝礼を始める。神の宮沢戦争から25年、東京は光を失い暗闇に閉ざされ続けてきた。そして我々は今最大の試練に直面している。杉萩団、諜報班から上がった情報を俺の方から報告させてもらう。メルカバーという大天使が神の軍勢を引きスカイタワーを占拠した。メルカバー、聞いたことないな。メルカバーは天井の上にいる天使の王様、神の代行者であり、25年前俺たちを天井の上からこの地獄に突き落とした憎き殺戮の天使だ。一方、市ヶ谷駐屯地を占領する
悪魔王ルシファーはこれを迎え撃つ気だ。すなわちこの東京で神と悪魔は全面戦争を行うつもりなのだ。だが落ち着いてくれ。俺が将門の太刀を託し、今や希望の星とまで呼ばれているワコード、フリンがルシファーとメルカバ両者の討伐に動き出した。そうだ、俺たちにはフリンがいる。フリンなら何とかしてくれる。もう安心だぜ。ヤッフー、フリン最高。事前に一部のハンターに依頼していた武器等の資材調達は昨日完了した。おかげでフリンをバックアップするための準備は万全だ。以後我々はフリンの支援に注力する。こちらが出す指示もそれが主となろう。これ以上神や悪魔どもに好きにはさせん。諸君、フリンを信じ彼を支えよう。彼ならこの局面を必ず打開してくれる。我々人間はかつて一度だけ天井の上の土を踏んだ。しかし結局はこの東京へと逃げ帰り、醜い派閥争いを演じることになった。自己都合の秩序を強要するアシュラ会、混沌を標榜したガイア教団、しかし最後に残ったのは自由を求め続けた我ら人外ハンター商会だ。最後まで残った僕らこそが天井の上で暮らす権利を持っている。さあ、大人も子供も一丸となり、フリンと共に最後の戦いを勝ち抜こう。そしてみんな、太陽の下で暮らそう。諸君らにはこちらから別途各々の力に見合った依頼を発注する。通達があるまでは各人これまで通り自分の仕事を進めてくれ。これにて臨時ビデオ朝礼を終了する。各々健闘を祈る。さて、では俺たちも通達があるまでは自分たちの仕事を進めると。準備が整い次第食料の定期調達クエストに出発する。どんな状況だろうと食い物は必要だ。でけえ戦いの前ならなおさらな。準備ができたら俺に声をかけろ。いいな。お前らか。お互い生きてまだ。お前らか。おい、ではクエストを開始する。お前と朝日2人には今回もサポートをメインに行ってもらう。まずは錦糸公園を通り町から出るぞ。お互い生きてまた会おう。
ニッカリさん、お疲れ様です。クエストですか？ああ、通させてもらうぞ。どうぞ、お気をつけて。ここら辺で一度こいつらに一通り教えておくべきか。ここから先は悪魔の勢力圏内だ。悪魔は俺たちを見つけ次第襲ってくる。見習いとはいえお前らもハンターの端くれ、身の守り方くらいは知っておくべきだろう。え、まだこいつらには早くないですか？スマホも渡されてない見習いっすよ。ハンターは悪魔を刺激してこそ一人前。悪魔を刺激するには悪魔召喚プログラムを収めたスマホが必要だ。まだスマホを与えられていないこいつらに本格的な戦闘をさせるつもりは毛頭ない。だがいざという時に戦えんようでは意味がない。教えられる時に教え込む。俺らは最後の戦争に挑むんだ。戦力が増えることに越したこともないだろう。でもやっぱスマホのない状態で戦闘させるなんて心配だぜ。そう思うならお前がついてやれ。え、俺ですか？お前は二人の先輩だろ。先輩なら後輩のために一肌脱いでやれ。ヤーマン、これはあくまでチュートリアル、戦闘の基礎をレクチャーするだけだ。この辺りの悪魔はそれほど強くない。最初のレクチャーにはもってこいだろう。マナブがお前らに戦い方をチュートリアルする。まずは敵に接触するんだ。仕方ねえ、教えてやるよ。俺がフォローしてやるから自由に動け。俺はこの公園の奥にある噴水の前で待っている。ある程度戦闘に慣れたと思ったら噴水前まで来い。戦い方についてレクチャーは必要か？なら先輩として丁寧に説明してやる。ちゃんと聞いて覚えんだぜ、ヤーマン。所詮は上々だな、ヤーマン。この調子で次、行ってみようか。敵の弱点を…ええ、分かったらやってみな。どんどん上げてこうぜ、ヤーマン。
そろそろいいんじゃない？噴水前でニッカリさんが待ってるよ。いいだろう。そろそろクエストに戻るぞ。どう、ナナシ。戦い、きつくなかった？うんうん。どんな敵が来たって、ナナシだったら楽勝だね。ん？なんだ？しまった、囲まれてんぜ。なぜこんなにも大量の悪魔が。私は堕天使アドラメレク、ルシファー様に忠誠を誓った忠実なるしもべ。メルカバーが降臨したという知らせを受け、仲間を率いて九段の塔を視察したのですが、今は仕事を終えた帰り道、空腹の虫が騒ぎ出す頃合いです。さて、聞くところによると、あなたたち人間は悪魔を狩り、その死肉をむさぼり食べるとか。いえ、それを咎めはしません。弱肉強食こそが自然の摂理。ああ、弱者が強者の肉となることに一体何の問題がありましょう。して我々は戦の前、腹が減っては戦はできぬと申します。まずい、来るぞ、構えろ。強者が望むがままに変えられる世界、それがルシファー様が望む理想の世界。さあ、弱者は強者の糧となりなさい。獣め。ああ、あなたたち
ちはこれを理不尽だと不条理だと感じているのです。だがこれはあなたたちが悪魔の皮肉を食らうことと何ら変わりはありません。もうこれすなわち自然の摂理なのです。お前らは逃げろ。クエストは諦めて紹介や。いやそれはよろしくないですね。追いかけ嫌いなんですよ私。お前らを巻き込んですまない。ミカリさん、嘘でしょ。逃げないと、ナナシ。どうしよう、ナナシ。このままじゃ。ナナシ。嘘。ちょっと、ナナシ、ナナシ。いやお前も死んだのか。なら、この先に行くんだな。俺の声が聞こえるか。俺の声が聞こえるか。ようやく俺の声に呼応する者が現れたか。俺は魔人ダグザ、そしてここはヨモツヒラサカ。死者の魂がサンズの川辺へと向かう道。小僧、お前は死んだのだ。そして傍らにいた小娘もじきに死ぬ。お前は何者も守ることができず、何をなすこともなく一生を終えたのだ。だがお前には秘められし力がある。俺と契約すれば現世に戻してやろう。さあどうする小僧。契約するならばお前の名を名乗れ。よろしい、契約成立だ。俺の力をお前に貸してやる。
今度は俺が対価をもらう番だ。お前は今から俺の神殺しとなる。その力も意志も全ては俺のもの。俺の意図に沿って動くマリオネットだ。お前には俺に従う以外の道はない。肝に銘じておけ。戦わなくちゃ。何これ、なんで悪魔呼べないの。レベルが足りないって何よ。人間はこの機械で悪魔を刺激するんだったな。どこを見ている。俺はお前が持っている機械の中だ。俺の依り代とするついでに直しておいた。知識の神たる俺にかかればたやすいことだ。これであの小娘が試みていたように悪魔を刺激するくらいなら可能だろう。戦え小僧、理不尽に抗え。この程度で何度も死なれては面倒だからな。そう、ナナシが生きてる。待って、あなたは先ほど確かに死んだように見えましたが、まあそれならもう一度殺して差し上げるだけのことです。お前は悪魔を刺激する力を得た。まずは仲間に命令してみる。怖かったよ、ナナシ。
カリさんが、マナブも。大丈夫。ナナシ、ありがとう。ありがとう、ナナシ。助かったの。ナナシのおかげ。でも。ニッカリさんとマナブの死亡届け。ニッカリさんのスマホで紹介に送ったよ。地下街に戻ろう。親父にも直接知らせなくちゃ。ねえナナシ、ちょっと印象が。ううん、なんでもない。そういえばナナシ、悪魔刺激してたよね。あの拾ったスマホ壊れてなかったんだ。私は全然悪魔を使えなかったのに。やっぱりナナシはすごいね。ナナシ、私決めたよ。親父、マスターに話しに行こう。ヒヤヒヤしたぜ。親父。二人の遺体は仲間が回収に向かった。食料のことも気にしなくていい。おめえらのクエストはこれで終了だ。心配しないで、今日はもう自室で休め。親父、いや、マスター、話したいことがあるの。なんだよ、改まって。私たちを見習いじゃない、正式なハンターとして認めてください。ナナシは悪魔を召喚して戦った。私にだってスマホがある、戦える。ニッカリさんたちの意志を継ぐためにも早く一人前のハンターになりたいの。なってねえ。おめえらまだガキだろ。正式なハンターになんて認められねえ。なんで？これから天使と悪魔がここで全面戦争をするって。だったらハンターは一人でも多い方がいいはずでしょ。ガキが余計な心配すんじゃねえよ。おめえらがハンターになる必要はねえんだ。二人はもっと別の仕事につけ。親父、どうして？ほら朝日、ニッカリさんのスマホをこっちによこせ。なってねえな。ナナシ、すまねえ。あいつのことを頼めるか。もうあのクソ親父、なんで娘が同じ仕事するの喜んでくれないわけ。よし、決めたよナナシ。親父に
私たちの実力を認めさせよ。私たちもうガキじゃないんだから。でも何したらいいんだろう。ナナシ、どうすればいいと思う？それだ、さすがナナシ。ニッカリさんたち言ってたもんね、ハンターは悪魔を刺激してこそ一人前って。よし、仲間を集めに行くよ、ナナシ。とりあえず、南口繁華街から地上に出よう。ガキが何か用か。とっとと出せ、鑑定してやる。まだ用があんのか。まだ用があんのか。ま、今度はもっと打賃をもらってきな。